サガラゴーチチャンネル。はい、どうも、ひびころ編集、サガラゴーチです。僕ってぼーっとしすぎて視界ゼロになる時あるじゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、留年確定したやつあるある。早速行きましょう。一日一回なんでこうなった後クイルも反省はしない。来年になれば自分が成長してると信じてやまない。すべての単位が取れる前提で時間割り組む。埋まりまくった時間割りをスクショしてツイッターに載せることだけが生きがい。進級条件にだけは学内トップクラスで詳しい。進級コンサル。再履修で去年と同じところでつまずく。あ、これ進級ゼミで見た問題だ。留年就活で検索してためにならないアドバイスを鵜呑みにする。具体的な解決策ではなく根拠のない大丈夫という言葉だけ信用する。ヤフー知恵袋で留年に関して質問してるやつ見かけて仲間意識芽生える。質問への厳しい指摘の回答は見なかったことにしがち。留学での留年と怠惰での留年に感じる温度差。怠惰で留年したやつは留学したやつも同じレベルの留年生として認識しがち。留年で自虐するも留年界隈の主が現れると黙る。留年校序列。ツイッターで留年しそうとつぶやいてるやつが本当か嘘か分かるようになる。試験終了直後につぶやいてるやつは大体嘘。留年した YouTuber に嫌でも詳しくなる。おすすめに出現しすぎて自己肯定感勝手に高まる。就活で留年した理由をどう嘘つこうかだけ真剣に考える。飲酒借りましたが結構留年しました。留年しそうです、どうしたらいいですかと知らない人から急に相談される。俺も知りてえよ。奨学金が止まると知り絶望するやつ出てくる。バイトのシフト増やして大学に行かない、さらなる悪循環始まる。周りで留年したメンバーを確認し最後の1年の学生生活を想像する。それまで仲良くなかったやつとも謎の友情芽生える。来年の自分なら学力が上がっている気がしてくる。学力よりも気力が圧倒的に足りない。ここからは視聴者さんの回答編。 SNS で今期何単位落とさなければ留年しないと書いている。今期その単位数を落として留年する。たまに目が死んでる人たちに混じって謎にウキウキな人いる。留年自虐やろう。取得した単位より落とした単位数の方が多い。落とした講義は受講していないと認識している。留年しても成功した経営者を調べる。そして留年した理由が学生時代の起業と知り絶望する。恥ずかしがるやつはいない、むしろ誇り高くみんな堂々としている。そう、卒業するまではね。はい、というわけで留年覚醒したやつあるあるですが、僕が大学を留年した当時、来年の自分なら大丈夫と本当に信じてやまなかったわけなんですが、来年になると今まで勉強をサボっていた教科に関してはむしろ学力が下がっているので、その分気合で補うしかないです。頑張れ全国の留年生。